の劇的満塁ホームランを放ったゲータ、まさかの2試合連続アーチ、この後速報でお届けします。続いてはホークス戦の速報です。試合は初回から打線が大暴れ、先頭の三森が技ありのヒットで出塁すると、11試合ぶりに2番に入った今宮、ヒットエンドラン成功。今日も藤本采配が的中します。ここで昨日満塁アーチを放ったギータ、今日もこの男がヒーローになるのか。体勢を崩されたように見えますが、これぞ怪力、フェンス直撃のタイムリーツーベース、3連打で幸先よく先制します。投げては中9日での登板東浜、援護をもらった直後の2回、犠牲フライですぐさま同点とされます。それでも打線は4回、得点圏にランナーを置き絶好調三森、この当たりで二塁ランナーのリチャードがホームへ、117キロの体を揺らしながら全力疾走、果たして判定はアウト、勝ち越すことはできません。その後東浜は150キロ台のストレートにシンカーを織り交ぜ、7回を投げ切り打線の援護を待ちます。その直後、試合の均衡を破ったのはやはりこの男でした。先制タイムリーを放った柳田、やはりヒーローはこの男だった。連日の劇的アーチで勝負を決めたホークス連勝です。2試合連続ヒーローのギータに、もちろんもっともっともっともちろん最高です。たくさんのファンの方の後押しでぐんぐん伸びてくれたので、皆さんありがとうございます。明日は子どもの日なので、子どもたちのために打てるように、これから準備したいと思います。今日は皆さんありがとうございました。まだゴールデンウィークあと何日間あるか知りませんけど、思う存分楽しんでください。ありがとうございました。こんばんは。思う存分楽しんでますよね。出口さんいかがですか、このホームランを見て。いや素晴らしかったですね。明日も楽しみですね。そうだ、完全復活って感じですね。間違いないと思いますね、はい、本人が一番楽しんでそうですけどね。そしてね、明日はですね、子供の日もね、打てるように準備しますと言ってましたけどもね、子供大好きギータ先生を明日ももスポではやりますからね。やりました、はい、久しぶりの授業ですからお楽しみに、うん。